チャオ、あちゃんです。今日12月の17日、あちゃんちの晩ご飯なんか作りましょう。の前にね、ちょっとね、キムチ出します。これトマトキムチをちょっと出してみよう。チャオ、あちゃんです。あちゃん、今回ね、人生初の魚、イシダイ、ちっちゃいイシダイね、買ってきました。イシダイ、まあまあ高いんだけど、これ598円で結構安かったんでね、買ってきたんで、さばいていきたいと思います。お刺身でっていうことなんでね、お刺身でいきましょう。はい、では、ちょっと小さめのイシダイ、さばいていきたいと思います。はい、イシダイ、見ていきましょうか。これ、ヒレね、痛いね、結構痛いし、骨ちょっとフラフラ、ここはふわふわしてんだけどね。もふわふわしてるけど、ここにちょっと痛いね。すごいチクチクしてる。しっかりしてる。ね、結構ね、肩、この辺は頭だけど、まあまあ硬いんで、鱗がね、結構ザラザラしてしっかりした魚です。はい、こんな感じ。ちょっと今回ね、まんちゃんのリクエストで、爪で鱗剥がれるかやってみてって。無理です。爪で鱗は剥がれます。はい、なんでか。爪がね、ここがバツイし丸くなってて尖ってないから剥がれませんでした。はい、鱗剥がしって結構こう鋭利になってるんで、これでやると剥がれるでしょ。爪でやっても、残ってんね。ちょっと剥がれたけどね。はい、もうメールされるから無茶ぶりするんだからもう。はい、まんちゃんありがとう。面白いネタをありがとうございました。次第ね、鱗ね、すごい細かい、ひらめきゅうぐらい細かい鱗やね。だからね、まあ、これは、ね、これでいくで、包丁でいった方がいいかもからね。次第骨だよな。あんまりね、こうそんなに激しくと、こんなぬるぬる取れるんだよね。こうやって取らんでも、もうこうやってね、普通にこうやってもう、ちょっと跳ねるね、やっぱり。もうそんなに跳ねへんし、結構ね、そんなに、やりにくい魚じゃない。こうやって、鱗を取ります。いや、そしたら、この辺も取らないかな。で、あと、こういうので、もう一回、取り残しを取ります。これよりも、出だから。鱗取りよりも、行きましょうか。今回ね、小さい魚がね、ヘラ抜こうか。抜いて、で、では頭さばいていきます。17分。では
最速でさばけるかやってみよう。ちょっとね、硬いね、石鯛って。身が。しっかりしてんね。虫鯛って美味しいっていうね。結構ね、糸釣りでよく釣れてね、うち親戚のちゃんとかよく釣り行っとって、お父ちゃんとか、お父ちゃんとか、石鯛とか釣ってきたっていうのに、それをもらったことがあって、うち鯛もさばけ、魚屋でさばいてもらって、石鯛は高級魚って言うとったよね。もっと大きかったね。石鯛って見た目綺麗やん、しまいしまいなんて。好きな魚ね、昔から名前は知ってます。ではさばいていきましょう。ダメぐらいね、身が薄い。だから安かったのかな。力が入らない。出汁が出るはずよね。よこれは出汁が出るんで、置いておきます。ひびはね、切ります。ひびは臭みになる。
石や1本目を取りましょう。結構引きやすい魚やね。3枚におりました。4枚やね。ここあるね。で、皮引きましょう。結構皮引きやすいね。よいしょ。はい、結構引きやすい、簡単な、綺麗に切るでしょ。結構いい身です。ちょっと頭割っておきましょうか。内臓をこう、大抵はね、いけるんですけど、肝臓いけるんでね。芯が出てきたり、で、大して大きな芯が入ってないですね。メッカも終わっちゃうか。下の方がね、すごい硬い。硬い、開かない。うわ、すごいな。口開かへんね。よし、これで。終わったマジでそんなに。落としたら次に行きます。これにね、ヒレを、いらないヒレを切っておきます。この辺はアラをね、ちゃんと選ってくれてるし。これ心臓やな、ちっちゃいな。今回これさよならします。食べたいけども、美味しそうやけども、前のね、ちっちゃすぎて食べられそうになる。食べられそうになるかね。入れたらなくなりそうなんだよ。ねえ、めっちゃ油乗ってるよ。やばいぐらい油乗ってる。ね、刺身引いていきましょうか。
ブリンブリンすごいな、ほんで油すごい乗ってんじゃん、うまっ。あのね、めっちゃくちゃ美味しい、油乗ってて、でね、貝とかぐらいプリプリ、コリコリな、すごい美味しいよ、ということで、イシダイのお刺身完成しました。で、あとアラね、さっと煮てアラ汁作って何か一品作りたいと思います。ではまたね、今日のあっちゃんの、イシダイさばいた動画、よかったと思ってくれたら高評価を応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。またね、バイバイ。